おはようございます。今私は高松市ジュニア君、児童ソフトボール大会開会式ですけど、グランドも、まあ、今日は晴天でギリギリ、多くの方々もほっと腕を撫で下ろしているところだと思います。私はやっぱりこういう時代は子どもたちに応援するのは必要だと思います。いわば教育、子どもたちが健全に育つということは未来の投資なんですね。実は経済対策の中でも私自身はもっと教育にお金を使うべきだというふうに思っています。特効性はなくても日本の国の将来にとっては非常に重要なことだと考えています。今日は朝